ご案内させていただきます。現在は接続が茨城県会館の踏切におりまして、踏切の遮断部が折れていることが確認されたため、現在接続が一係員が現地へ走行している状況です。現地への係員到着見込みは17時前後と予想されておりますが、現在はまだ復旧のことは立っておりません。踏切の部分が次第ご案内させていただきます。繰り返しご利用のお客様にご案内させていただきます。現在、接続が茨城駅からの踏切に